どんどんチェックしてみよう。こんにちは。こんにちは。ちょっと今日はね、あいにくの天気ですが、はい、まずお名前と、あとランニング歴をちょっと教えていただけますか。はい、柿沼克美です。はい、柿沼さん。はい、走って7年に。あ、結構も長いんですね。はい、フルマラソンとかハーフマラソンとかレースは出てるんですか。ハーフには、4、5回出たことがあります。あ、そうですか。はい、フルマラソンは、今年東京マラソン初めて当たったので。あ、そうですか。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、走っていて何か気になるところありますか。特にないんですけど、はい、故障もなく今までは、順調に来れてると思うので。あ、そうですか。はい、じゃあ今日はね、この後フォームを見せていただきますけど、はい、まあ痛いところないっていうことなので、東京マラソンに向けてね、いい記録が少し出るようなアドバイスをしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では柿沼さんの普段のランニングフォームを見てみましょう。上下動が少なく猫背になる癖も見られません。力強い走りでスピードも出ていますね。ただし着地の瞬間にブレーキをかけているので、太ももの筋肉に負荷がかかってしまう走り方になっています。この点を改善していきましょう。次に正面から見てみましょう。腕の振り方に少し問題がありそうです。本来は腕を引くことに注意しなければいけませんが、柿沼さんの場合、腕を前に出す方にアクセントがあるようですね。こうした点は自分では気づきにくいため、意識して直していく必要がありますね。はい、お疲れ様でした。今ねランニングフォーム見せていただきましたけど、はい、上下動もなくて結構力強いフォームでですね、スピードもうまく出てるような感じがしたんですけど、もう本当ね、一つだけですね、着地の時にガツンってこうついてるんですよ、足を両方で。太ももがすごく疲れるような走りなので、これからフルマラソン走るんでしたら、はい、そこを改善した方がいいと思うんですね。でね、その原因が腕振りにちょっとありまして、はい、ちょっと寒いからね、肩に力が入ってるってのもあるんですけど、腕を振る時ってのは肘をね、引く方にアクセントを置いた方がいいですね。はい、でも柿沼さんの方は腕を前に出す時にアクセントがあるので、まあ、右腕が出た時に左足も同時に出てガツンとこうついてる感じなんですね。だ、そこだけちょっと改善していきましょう。後ろにもっと楽に後ろに振っていけるようになると、自然に骨盤から足が前に出ますので、ガツンとつくのではなくて、上からスッと乗るような走りに変わってきますので、はい、そうすると楽になりますから。はい、柿沼さん の、はい、このガツンとね、足を踏み込んで、負担のかかってしまう走りを改善するのに、ちょっとワークアウトをいくつかやってきますので、まずね、肘を後ろにグーッと動かしてください。ギューッと回してくださいね。その時にすぐね、肩に力が入ってしまうので、肩の力を抜いて、背中をギューッと力を、そう背中の力を意識するようにしてぐるぐる回してください。肘を後ろに1、2、もっと大きく後ろに、特に後ろに引くときに意識をして、そうこれでね、後ろに引くときの背中の筋肉を意識できるようになりますからね。はい、で次は腕振りがね、前に行く方にアクセントが来てますので、これを後ろに引くときにアクセントをするために、はい、私はこうやって触ってますから、私の肘、はい、腕を振ってください。肘がね、私の腕に当たるようにして振ってみてください。そう、1、2、1、2、ちょっと肩に力入ってます。そう、1、2、1、2、1、引く方ですよ。引く方だけ意識をしたら、前に戻るときにはね、もう自然に戻りますから、引く方だけ筋肉使うようにしてください。そう、1、2、1、2、1、2、1、2、そうするとね、骨盤が自然に動いてきますからね。そうだいぶ良くなりました。そうああ、いいですね。スムーズになりました。はい、はい、いいでしょう。じゃあそしてね、仕上げなんですけど、ここでね、向こうに向かって大きくね、スキップをしてください。でスキップをするときにしっかり腕を後ろに引いて伸びるようにして、少しね、はい、溜めを作ってスースースーっとね、こういうスキップをやってください。どうぞ。はい、大きく、そう、もっと伸びて、そう、後ろに引いて、
はい、いいですよ。はい、こっちに戻ってきてください。スキップで、スキップで。そう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 、OK、うん、これでね、走りがスムーズになりましたので、はい、いい走り、さっきみたいにガンとね、無駄にブレーキをかけないような走りができると思いますので、はい、ちょっと走ってもらいますので、よろしくお願いします。はい、はい、それでは柿沼さんの修正後のフォームを見てみましょう。腕振りが改善されて、腕を引くときにアクセントが出ています。骨盤から足が自然に前へと出るようになりましたね。これで太ももへの負担も軽くなるはずです。これまでよりもさらに上下動の少ない美しいフォームになりました。今度は正面から見た修正後のフォームです。腕振りの改善で太ももにブレーキがかからなくなりました。スムーズなランニングフォームですね。お尻の筋肉を使えるようになると、より美しいフォームになるでしょう。それでは修正前のフォームと比較してみましょう。しっかりと腕が引けているので、下半身とうまく連動して足運びがとても滑らかになっています。楽に長く走れるランニングフォームですね。このままのフォームをキープすれば、今の力のままより長い距離が走れるようになるでしょう。